おはようございます。筋トレ動画です。まず、ウォームアップで縄跳び跳んで、その後に腕立て伏せ、足上げと、セットでやっていきます。まず、2分間縄跳び跳びます。大体280回ぐらいになります。でその後に、足上げをやっていきます。前横前横です。10回ずつ交互にやっていきます。で、深呼吸を6回。はい、続いて今度はですね、剣立て、できない人は腕立て伏せで構いません。剣立てで肩甲骨をグッとこう引いてね、こういう状態です、ね、まずこれで、10回やります。こういう状態です。で、顎は引いてください、うん、こういう状態になってます。これで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これを今1セット目終わりました。ちょっと呼吸を整えます。
はい、次また、縄跳び2分間ですね。深呼吸6回です。続いて、足上げ2セット目いきます。はい、はい、深呼吸します。はい、続いて、同じ、肩幅なんですけど、次は肩をこう入れながらやる剣立てを今度10回やります。肩甲骨を出すようにして顎をしっかり引いて1、8、9、10、そしてもう一度深呼吸します。はい、続いて、今度は縄跳びです。今度はダッシュを
100回仕上げです、ね、それを3セット目で、やっていきます。はい、ラストでもう一度肩幅に、広げて、剣立てを顎を引いてやります。それで、3セット目がこれで終了になりますので、無理しないで、ね、徐々に始めていってください。はい、じゃあ最後です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、こういう感じになります、ね、そして、次回、じゃあね、まあ、今簡単なストレッチをします。まず、関節周りはもう今のでだいぶ柔らかくなっているんで、伸脚ですね、このももの裏をしっかり、伸ばすように。で、硬い方はかかとが少し上がってても、構いませんからね。柔らかい人は、まあこの動画見なくてもできると思います、ね、こういう感じで少しずつ伸ばしていってください。はい。そしてまあね、できるようになったら今度こう逆正座していったりね、します。後ろに引きつけて。前に倒す、逆も同じですね。後ろに引きつけて前に倒す、ね、
で、できてきたら徐々に開脚、こんな感じにね、広げていきます。右、左、そしたら今度は肘つく人は肘ついていきます、ね、でそれがまだまだ広がるぞっていう人は今度は肩、ね、肩をつけてまでいけるよっていう人は最後は開脚180度、ね、広げていきます。こういう感じになってきますね。よし、まあ、焦らないで、徐々にやってみてください。それでは、今朝の動画を終わります。失礼します。おっす。